い、こんち横浜純正一筋、進藤くんですか？いや、進藤がやばい。大ピンチ。何をこんなに騒いでるのかというと、僕のチャンネルの大黒柱である、ディアタイ打撃個人指導の企画、あの、クレイさんもやるらしいです。いやー、まあ元々はですね、クレイさんがやってらっしゃったらしいので、まあ全然仕方ないことなんですけれどもね。まあ僕のチャンネルのピンチかなと思います。しかし、バット、BUT。そろそろですね、僕も、チャンネル登録者1万人というのも見えてきてますし、ゆくゆくはですね、シンプルなリアタイ動画を上げても、ちゃんとね、皆さんが見てくれるような配信者になりたいと思ってたんですよ。なので、僕のチャンネルもね、改革の時期が来たのかなと思って、ポジティブに行きたいと思います。全然焦ってないんだからね。あ、もちろんまだね、個人指導企画続けていきますので、好きでいてくれてる方はね、ご心配なさらず。ということでね、今日はリアタイ動画やっていくぜ。もちろん今日はね、大強化が入った宮崎さんが主役になっていただきますが、進藤はね、アニバーサリーのバウアー取らなきゃいけないので、今日はね、旧宮崎さんで勘弁してくだパイ。中川さんも来ましたね。プロスピエース初登場。上ツーシームはないですよね。まあちょっとリアタイではきついかなといったところですけれども、まあまたいつかね、使ってみた動画なんかも上げていければいいなと思っております。あ、そうそう、あとね、タイブレイク杯の方なんですけれども、57勝14敗と、まあ1イニングの試合でこの試合数だったらね、めちゃくちゃコスパよく終われたかなと思います。まあ、そうだな、もうちょっと頑張ってもよかったんですけれども、どうしても、お酒が飲みたくなってしまった。すいません。また次ね、チーム魂杯とか来たらめっちゃ頑張ろうかなと思っております。ということで、ランク戦の方へ。バモス。次は川穂でプロスピやってください。頑張っちゃおうかな。さあ、頑張っていきたいと思います。ギリギリアイスス。完璧だ。ナイス。ゆきまるさん、コラボしてください。今永ナイス。さあ、それではいきます。1番 DH。 いや、なんか変な声出ちゃった。よいしょ。わー、悪く思うな。いやー、本日の主役。しゃぶしゃぶ。やったー。走って。大丈夫？上手。今永ナイス。わあ、やめて。なんかバッティングがひどい。
いいぞ。金玉1000個ついてます。さあ行きます。1番 DH。 勝負勝負。ピッチャービビってる、バッターもビビってる。ウィン。よっと。え、ありがとうございました。あ、ここで男もらった。宮崎さんとの格の違いを見せれなかった。デッドボール。ありがとうございました。充電がないので今日は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。だがのり。いや、俺の名前は進藤。さっきまで皮棒を出しすぎて喉がおかしくなっちまったぜ。編集をしていると撮影時間が短すぎるあまりに尺が足りないことに気づいたのだ。ということで今から尺を埋めるために最後契約書をたくさん引いていこうと思う。まずはゴールド契約書。狙いはウェンデル剣だ。基本的に僕は交換を切っているからね。あまり臨場感がないかもしれないが、よろしく頼むぜ。おいおいおい、飛べ。笑え。スマイル。もう。おい、おい、おい、いいせー。ありがてえじゃねえか。わかったよ。S ランク契約書。引いてやるよ。1枚。ああ、30% も引こうか。10% もあるじゃねえか。もう1枚あるじゃねえか。まだ S ランク契約書があるじゃねえか。この5枚だ。これを引いたら、ちょうどよくなるだろう。2枚。ウェンデル剣。ウェンデル剣が欲しいんだ。あと、サノス。あと今日出た新しい宮崎も欲しい。頼むよ。俺にもたまにはいいことあっていいだろ。てい。そういえばね、今日会社のプレゼン大会で会社で1位になりました。これもね、やっぱ YouTube をやってるおかげだと思うんですね。ほい。うえぇ、ー、ほい。あれマキー。ほい。うん。こい。おい、なんだよ、確率契約書どうなってんだよ。さあ、最後ですね、ウェンデル剣引いて終わりたいと思います。え、今ね結構喋ってるけどこれ尺稼いでますから、はい、レッツゴー。バロス。あ、桜井お疲れでした。今度の高典挨拶ゆっくり版お願いします。ギリギリ挨拶完璧だ。うわー、カウンター、うまー。よっ、えぐいって。ゲツのーつぼ。ほい、よし、よし、よー。さあ行きます。1番 DH。キャッチャーそこまで行く。頼む。いやー、よいしょ。ホームランだけはやめて。よいしょ。いや、取ってよ。
ケットちょうだい。いやジャンプはレスキンゲッツーのツボ。いや、取ってる。どうしても僕は逃げ切りたいんだ。取って、おーちょー、激アツー。よっしゃ、うますぎる村田。